第3回2003年1月22日。孤独は他者たちを遠ざけるのでしょうか。私は一人だというとき、私は何を言っているのでしょうか。それは私を他者たちから遠ざけたり近づけたりするのでしょうか。私は一人だという単純な言明は、嘆きや絶望のため息であったり、反対に自己満足で自己愛的なうぬぼりの身振りであったりしますが、この言明によって私は他者たちや近々の他者に近づいたり遠ざかったりするのでしょうか。もしこの言明が戦略、フィクション、虚構の乱用、模造であったなら、それは他者を近づけるか遠ざけるかを、社会の絆と呼ばれるものを作るか解くかを定められているのでしょうか。いずれにしよう、私は確かに、私はただ一人のものだという時とは別のことを行います。私はただ一人のものだは、私は一人だとは全く別のことを意味するのです。私は一人だ、その上私はただ一人のものだ。実のところ、私は一人であるべきただ一人のものだ。かくも一人であるべきただ一人のものだといえば、事態はさらに一層錯綜し、めまいを起こすほどでしょう。自分をただ一人のものだということが近づけたり遠ざけたりするのでしょうか。自分を一人で、かくも一人であるべきただ一人のものということが、世界の中の他者を近づけたり遠ざけたりするのでしょうか。それは社会の絆を構成したり破壊したりするのでしょうか。これらの問いに答え始めるためには、ましてやこれらの問いを問いとして練り上げるためには、近づけること、遠ざけることが何を意味するのかを理解することから始めねばならないでしょう。近さとは何でしょうか。近いものの近さとは、近いものの近さは必ずしも近いとは限りません。近々の人物、国、人物は近かったり遠かったりするかもしれませんが、近いものの本質ないし意味、近いものそのもの、近いものである限りでの、それとして現れる近いものの近さは必ずしも近いものとは限りません。少なくとも同じ意味においては、それは遠いもの、近づき得ないものでさえあり得ます。逆に遠いものの遠ざかり、遠くにある存在が近くにあり、それとして私たちに現れることで遠さが奪われることがあり得ます。ともかくここにあるのは意味の、本質の、意味の現実の、それとしての問いです。私たちは世界貧乏的と言われる動物に対するハイデガーの巨大な小説についての読解と討論の途上で、この問いと再会するでしょう。世界貧乏的である限りで動物はまさにそれとしてを書いているのでしょう。つまりハイデガーによれば私たちに現存在、ダーザインとしての私たちに、としての行動の中で、それとしての関係の経験の中で、それとして現実し得るものの、それとしてを動物は書いているのでしょう。ハイデガーが動物の囚われと呼ぶもの、実質占有と訳されますが、この翻訳は困難で、読解の全重圧を担っていることが後でわかります。その囚われにおいて、そう、この囚われによって定義された動物には、それとしての存在者に関わる可能性が取り上げられ、奪い取られ、巻き上げられているのです。つまり、明けとか開示された存在の中で、開示もしくは開見性の中で、動物に開示されるものの明けの中で、知覚されたものをそれとして知覚したり、そのものとしての存在者及び世界に関わったりする可能性が取り上げられ、奪い取られ、巻き上げられているのです。前回お別れしたところはちょうど最も近い道の選択において最も近いことをハイデガーが何と理解していたのかに関する問いでした。ハイデガーは最も近い道を通って彼の問いかけの流儀を始めることを提案していました。近いとは何を意味するのでしょうか。この近さの優位、我々に最も近いものの優位とはなぜでしょうか。こうした優位はこの1929年から30年の講義の数年前に、存在と時間、1927年の中でハイデガーがすでに行っていた方法論的な態度選択の中にすでに認められました。ハイデガーは現存在、ダーザインを特権視し、現存在の分析論を存在の問いのために反例的な存在者の分析論として特権視しました。問うものとして、つまり存在の問いを検定期し、我々の存在に無関心ではない等である、我々に最も近く、絶対的に近いものとして、我々に最も近いものという理由からです。では、思考を証拠づける原理となるこの謎めいた近さとは何でしょうか。これが前回の終わりで一旦保留しておいた問いです。私たちがこの問いに近づく番ですが、躊躇せずそこに立ち戻るために十分に長い迂回をし、私たちの歩みに立ち戻るために遠ざかります。遠ざかることでその歩みに立ち戻りつつ接近するという可能性に敏感でありながらです。出発点から遠ざかるにつれて出発点に近づくことが判明し、起源から遠ざかるにつれて起源の傍らに立ち戻ることが判明するとき、問題なのはいかなる空間、いかなる継承、いかなる空間と時間の構造、いかなる道のりでしょうか。さて、どこから再開しましょう。どんな効果に向けて。少しも退屈に負けすぎないように、とはいえ退屈から逃れるためではないですが、退屈は常に逃れられる危険、あるいはそれ自体が逃走である危険があります。まさに退屈から再開することを提案します。
退屈は1929年から30年の講義の大きな題の一つです。退屈とは何でしょうか。ロビンソンは退屈していたのでしょうか。彼は退屈するにはあまりに様々な切迫に暴殺されていたのではなかったのでしょうか。最低限言えることは、いや、この男は退屈してはいなかった。彼には退屈する時間などなかったということです。彼が自分の島で決して退屈しなかったのは結局のところ、このことは私たちが読み終えた、そしてまだこれからも読むつもりの非常に多くのテキストって確証されますが、彼は島が大好き、島が好きで、ぜひとも自分のものになる島が欲しかったからです。彼はたとえ島が危険や死の脅威などに満ちているとしても、主権者に等しいものとして島を支配すると表明することが次第に多くなりました。なぜ人は島を好むのでしょうか。なぜ人は島を好まないのでしょうか。なぜ島を好む人もいれば好まない人もいるのでしょうか。なぜ島を夢に見て、島を探し求め、島に住み着き、島に避難する人もいれば、島へと避難するどころか、島を避け、島から逃げる人もいるのでしょうか。しかし、島に避難することと同様、島から逃げることも闘争の運動を前提とします。島の継承を闘争の経験から切り離すことはできません。例えば、選び取った亡命の途中で人類から逃れることが許される遠方の避難所を熱望するように、島を熱望することができあります。孤独な散歩者の無双の第五の散歩の最後で、ロビンソンの賛美者にして、コルシカ憲法草案の著者であり、その島の風景、コルシカ執刀の恵まれた状況を強調するこの島の人、ルソーは、ピエヌ湖に浮かぶサンピエール島をこのように熱望します。あの懐かしい島に行って、再びそこを離れることなく、対岸の住人には誰にも会わないで、私の一生を終えることはできないものだろうか。彼らはこの数年間、私の身にあらゆる災難を浴びせかけて楽しんでいた。彼らに会えばそれを思い出さずにはいられない。あそこでなら彼らはやがて永久に忘れられてしまうに違いない。もちろん彼らはそうやすやすと私のことを忘れはしまい。しかし島へやってきて私の休息を妨げさえしなければ、何にも苦にすることはないではないか。後で思い出してもらうために、まず、ルソーがこの散歩の冒頭で、一人という語、それもただ一人のものという連字を用いていることに注意してください。そのことは私たちの興味を引かずにいられいません。ルソーは一人でいるのを好む。孤独もしくは単独か、ハイデガーの講義の主題、世界有限性孤独を好み、それを選ぶというだけではありません。彼は一人でいる孤独な散歩者の孤独ないし単独化を好むというだけではありません。いいえ、ルソーはこうも言っていて、これは別の事柄です。すなわち彼はこの状況において優れてただ一人のものである。すなわち唯一的で得意なものである。さらにサンピエール島それ自体と同じぐらい得意である。状況と同じぐらい、サンピエール島の風景と同じぐらい一人で例外的であると。同じ第五の散歩の冒頭で島の中での彼の幸福と島の魅力を褒めたたえるとき、並外れた緻密さを持って、語彙の機弁的でない精巧さを持って、彼は次のように言っています。しかもそこは大変気分が良く一人に閉じこもること、従って孤立することの好きな人間にとっては実にありがたい場所となっている。私は実に、得意な仕方でを強調します。島そのものは孤立しています。孤立し、あらゆる島と同様に、島として島嶼化しているだけでなく、その場所、風景、したがってまたその地形、地理学的な環境のせいで、数ある島の中でのその種類において孤立し、一人でもあります。この島は得意な仕方で位置づけられています。というのは、運命によって孤独を命じられた人間はおそらくこの世で私一人なのであろうけれど、したがって彼が好む孤独が法によって押し付けられもし、法によって押し付けられもしたただ一人のもの、法はこのように彼を二度にわたって一人にします。彼は趣味によって一人であるだけでなく、制裁によって一人なのです。人間としてごく自然な好みを持っているのは自分一人だけだとは考えられないからである。それにしてもこれまでそういう好みを持っている人には一人として出会ったことはない。この論証の狡猾さに感心してください。私は一人である、孤独である等々だけではなく、私は私が自然に好むこの孤独、私が生まれそうであるこの孤独を、法のように押し付けられました、ただ一人のもの、それゆえ唯一的で痴漢不可能でほとんど選ばれしものでもある。私が孤独に対するこの生来の、生まれつきの好みを持っているただ一人のものであるとは信じられないとしても、私はこれまで孤独を分かち合う他の誰にも出会わなかった。したがって私は生まれつき孤独を好むが、人は私の意に反して孤独を押し付けられた法に、もし私だけに対して自然を法に変え、お望みならば、ピュシスをノモスに変えた。しかし、たとえ私にとって信じがたいとしても、私は孤独に対するこの生まれつきの好みを持っているただ一人のものなのだ。私はこの好みを分かち合う誰とも出会わなかったのだから。したがって私は一人であり、生まれつき、自然に孤独を好み、自然としても法としても孤独を有するただ一人のものである。
この孤独がそれで孤独が私の絶対的自己性の中で、あるいは私の自己性の唯一の運命の中で私を規定するほどに、極めて本質的で深く底なしである。私はただ一人のものであり、核もただ一人である、ただ一人であり、生まれつき一人であることを好むただ一人のものである。しかしよくお分かりでしょう。はじめに示唆したように、一人であるとただ一人のものであるは、かくして一人であるただ一人のものであるであれ、一人であることを好むただ一人のものであるであれ、正確には同じ事柄ではありえません。例えば二つの意味と二つのレンジ、一人とただ一人のものがただ一つの同じ語の艦隊を受け入れ、例えば異なる二つの意味の同音意義としての語のこの単一性が単なる偶然に過ぎないとしても、私は一人だ、孤独の意味でと、例外、特異性、単一性、選出、置換不可能なもの。ちなみにこれらはしばしば主権の特徴です。の意味での私はただ一人のものだが、この同じ語の中に、形容詞の中に、一人のという不可形容詞がただ一人のものとして実質化ないし名詞化され始めるように見える様々な文法の中に宿っているのは、偶発的なことではありません。その上、孤独な散歩者の無双の第7の散歩においてルソーは、その闘争そのものの中で、その島の発見者、征服者、主権者となり、その亡命地を帝国に変える彼の避難者としての状況から、誇らしさを引き出しています。サンピエール島はこの新たなコロンブスによって、彼がもう一人のコロンブス、お望みのようにフランス語で発音すればコロンで、ルソーは彼のことをコロンと書いてあります。と呼ぶものによって、コロニゼ、植民地化されたアメリカとなるのです。私はもっとびっくりとした気持ちで無双にふけり始め、ここは世界中で誰一人として知る者もない避難所で、ここにいれば迫害者に見つけ出されることもあるまいと考えていた。この奇妙な継承に少しの間立ち止まります。その理由はもっと後でロビンソンに立ち戻るときはっきりするでしょう。迫害者たちは私を見つけ出さないだろうとルソーは言っています。したがって彼らはこの土地の上で、この土地の中で、この島というくぼみの中で、私を追跡することも見つけることにも成功しないだろう。この島で私はこの土地の上で生きたまま埋葬されたようであり、そこで私は幸いにも生き埋めにされたようだ。その幸運に感謝すると。私はもっとゆっくりした気持ちで無双にふけり始め、ここは世界中で誰一人として知る者もない避難所で、ここにいれば迫害者に見つけ出されることもあるまいと考えていた。そうして無双にふけているうちに何か誇らしい気持ちもしてきた。私は無人島を発見した大旅行家に自分を比べてみた。そしてきっと私はここまで入り込んだ最初の人間なのだとつぶやいて一人で嬉しがっていた。私は自分を第二のコロンブスぐらいに思っていた。続きは皆さんで読んでみてください。彼が靴下工場を発見するところはとても滑稽です。無双においてルソーはロビンソンの名前を挙げてはいませんが、告白の第12巻では、サンピエール島への迫害された避難者の亡命、植物学者としてのその凶楽ないし、甲骨について旺盛に語るとき、またルソーがこの湖が海であることを夢見るとき、彼はロビンソンの名前を挙げて、自分をもう一人のロビンソンになぞらえています。今度は私たちがエミール、社会契約論には他のしかじかの論説の中で、その称賛に出会ったような政治的教育学的なモデルとしてのロビンソンではなく、もう一人のロビンソン、自分の住居を建てる想像上のロビンソンです。もう一人のロビンソンとしてこの小さな島の中に想像上の住居を建ててみる。ルソー、ジャン・ジャックを裁くの第二の対話において、もう一人のロビンソン、さらにもう一人のロビンソンはロビンソンへの、ロビンソンの物語へのあるタイプの文字通りの参照が、興味深い競り上げから成り立っています。それはルソーをして、ジャン・ジャックは要するにロビンソンよりもロビンソン的である。なぜなら彼はロビンソンのように当初性に苦しむことさえなかったほど孤独を好み、一人で生きているからだ、と言わしめるのです。ジャン・ジャックはいつも人間たちから逃げていたわけではありませんが、いつでも孤独を愛していました。友人と信ずる人々と一緒にいるのは好きでしたが、自分自身とだけいることの方がもっと好きでした。友人たちとの交際を大切にしていましたが、時には瞑想にふける必要があり、おそらくは絶えず友人たちと一緒にいるくらいなら、絶えず一人きりで暮らす方をずっと好んだでしょう。ロビンソン・クルーソンの物語へのジャン・ジャックの愛着ぶりから判断して、彼がロビンソンの無人島に閉じ込められても、この主人公ほど自分を不幸だとは思わなかったでしょう。したがって、ルソーや迫害されたルソーになる人ではないとしても、ジャン・ジャックは幸福なロビンソン、デフォーの想像上の真のロビンソンよりも幸福なロビンソンだったのでしょう。奇妙なロビンソン的競り上げは要するに結局のところ孤独においてのみ自分自身を愛し、自分自身である人、そして結局のところ社会においては、当の社会によって退屈させられたり迫害されたりしなくても、自分自身に退屈する人、そういう人が持つ得意な自動性の深く本質的で唯一的な欲望を主張しています。同じ対話でこのロビンソン的競り上げはまた別の回転をします。それはこう言ってよいならロビンソン的で当初的な引用を激化させる回転です。というのもこれが激化という語を用いる理由です。
ルソーは自分はロビンソンよりも一人であると同時に、まさにパリでは島にいるロビンソンよりも一人であると言っているからです。私が激烈か激化とも言うのは、今度は人の多い都市の中で迫害されたものの孤立だからです。そして以下が私たちにとっての問いになります。島とは何かのみならず、都市とは何か、また都市における島とは何か。四天島や三円島ではなく、押し付けられ選ばれた孤立ゆえに、人の多い都市で誰かが孤立し、島嶼化されるような島の場合には、これからお分かりになるように激化されたロビンソン的にのこの代表的回転は、ますます得意となるでしょう。自分は独特な立場、引用します、にいる。それゆえ、これ、こうして一人であるべき、ただ一人であるというものが、他者の盗作を助長し、迫害者を助長するある種の盗作性を推し進め、迫害者たちに自発的に協力し、迫害者が押し付けようとする孤独の中で自分自身を孤立させることを選ぶに至るほどに優越的であるというのですから。迫害者たちはサディズム的だが、ルソーの方はマゾヒズム的だという人もいるでしょう。というのも彼は以上の点でメカニズムに拘束され、機械に拘束され、敵からの攻撃を自分に向け変える自己迫害的盗作の脅迫的で反復的な自動機械に拘束されて、彼は敵と自己同一化せずにはいられません。迫害者が人の思いとして彼を盗職化させるのを手伝い、こうした迫害を好み、迫害者に道を譲り、自分自身の破壊者であるかのように自分を迫害し、自己免疫のメカニズムによって動かされるかのように自分自身の防御を破壊するからです。彼は自分自身を自分自身で自分自身からその敵や迫害者に引き渡すのです。彼は押し付けられた嘲笑性を自ら培って、その彼自身を、その自己自身を、その同じものを、その自己性、イコール事件性を攻撃するのです。ルソーは他者の想定される盗作を自分のものにします。この盗作が彼の思考のイコール主権的事件性を破壊する恐れがあるにもかかわらず、主権的支配を保障するために彼は前もって他者の盗作を内面化し溢れさせます。読み上げます。私の見た彼、ジャン・ジャックはほとんど信じられない独特の立場におり、私は独特のを強調します。彼はこの孤独を生き、こうして孤独を好み、孤独を選ぶただ一人です。彼はそのように選ばれ、認められているのですが、パリの真っただ中で無人島のロビンソンよりも一人ぼっちで、彼を誰ともつながらせないために、社会の隙間から解かれた絆、熱心に取り囲む群衆そのものによって、人間との交際から隔離されていました。彼が絶えず自分を一層孤立させるため、迫害者たちに進んで協力し、迫害者たちが間断なく彼を他の人間から引き離そうと躍起になっているときに、自分でますます他人たちからも迫害者自身からも遠ざかるのを見ました。遠ざかると彼は言っています。そして続きを読めばいつものようにとても面白いのですが、皆さんお分かりになるように、この遠ざかり、私たちはすぐにバイデガの近くで再び論じることになります。複雑になり、同じページでは他同士と再起同士の二重のレンジで少なくとも2度にわたって再来します。彼らを遠ざける、自分から離れていく、他者たちを遠ざけることと自分から離れていくことと間には何らかの差異があるのですが、いかなら差異があるのでしょうか。彼の方では彼らを遠ざけるか、とルソーはジャンジャックについて話しながら言っています。むしろ自分から離れていきたがっています。というのも彼らの悪意や二枚舌や、と、もっと先ではどうして私が人々から逃れるのかとお尋ねですか。それは彼ら自身に聞いてごらんなさい。私よりもずっとよく知っていますよ、と彼は言うのです。島への避難者や亡命者のように遠ざかり逃げ去り避難し亡命するとき、人は何を逃れるのでしょうか。島の中に逃げるとき、人は何を逃れるのでしょうか。あるいは逆に島を逃れるときには、特に同じ人物に同じ欲望の中に、島の当初性をめぐる魅力と嫌悪の間、島の愛好と島の嫌悪との間の混濁した競争と奇妙な同時性があるのではないでしょうか。魅惑とアレルギー、反感の矛盾したこの二重の動きを引き起こすために、島の一種の本質、そのようなものがあるとして、は何であるべきでしょうか。何を意味すべきでしょうか。もちろんそれはしばしば孤絶、孤立、当初性として理解される孤独のある種の経験と関わっています。忘れないのをおきましょう。私たちはハイデガーの講義から世界貧乏的な動物に関する部分を選ぶつもりですが、この講義は確かに世界についての講義ではあるものの、それだけではなく非常に長々と有限性についての講義でもあり、とりわけ孤独、これについては彼は少しだけ正面から論じています。と退屈することより正確にはこの退屈することの経験の深さ、進化とを結びつけるものについての講義でもあります。退屈することという語ないし動詞は、ドイツ語ではフランス語以上に時間的事件、長時間、ラングバイルの感覚や持続を、従ってハイデガーの分析の中心部にある時間化を含意します。ハイデガーは退屈を現存在、ダーザイン、
今日の現存在、現代の現存在の時間化と結びつけています。より正確に言えば、これは核も深く歴史的でもある分析、ある意味でそうありたいと望むこの分析の数多くの利点の一つです。世界貧乏的な動物はその囚われの中で、その現存在なき占有の中で、こうした深い意味で退屈することはないでしょう。また別の占有のせいでロビンソンが彼の島で退屈しなかったという意味ではないにせよ、これは私たちの問いの一つとなるでしょう。世界についての問いと、世界における常実の動物界についての問いの展開に先行する退屈についてのハイデガーのこの極めて豊かな分析を一緒に読む時間はなさそうです。皆さん自身で行ってください。しかし、時折ハイデガーは、教授としてのハイデガーは、彼においては十分に珍しい仕方で、力強く明示的な現象学的記述のスタイルに身を委ねているので、私はそうしたスタイルで具体的なイメージを皆さんに提示するために、少なくとも開始前の気晴らしのために、ちょうど一節を読み上げようと思います。この節は、何々に退屈させられることと何々に退屈すること、こちらの方が一層彼の関心を引きます。と区別したいハイデガーが、退屈のより深い生成の方向と呼ぶもの、それはまさにまたもやすでに、哲学的問いの方向と方向づけの問いです。進化の方向を捉えるために、2つの退屈の違いを浮き彫りにしようとするところに先立ちます。この深さは私たちに道を、それはまたもやすでに私たちが前回お話ししたこの道の方向づけの方向の問いです。根源的な退屈への道を指し示すに違いありません。先行する箇所と後続する箇所を皆さんに読んでいただきたいと思いますが、私が選ぶこの文章は、先行する説第24節になります。我々はそのような例を見つけようと試みる。しかもこの場合にも、再び第一形式の場合においてと同じように、誠に日常的で誰にでも分かりやすく、そしてほとんど気づかれないようなそのような例を。我々は夕方どこかへ招待されている。だからといって行かねばならないということはない。しかし我々は一日中緊張していたし、それに夕方には時間が空いている。そういうわけだから行くことにしよう。するとほぼ慣例通りの夕食が出て、食卓を囲んでありふれた会話が交わされる。すべてとても美味しいばかりでなく、趣味もなかなかいい。食事が済むといわゆるリラックスして一緒にソファに腰掛け、多分音楽を聴き、談笑する。面白く愉快である。そろそろ帰る時間だ。夫人たちは本当に楽しかったですとか、とっても素晴らしかったですとか、と確かめるように何度も言う。それも別れの挨拶の時だけではなく、下に降りて、外へ出て、もうすでに自分たちだけになってしまっているのに、である。誠にその通り、とても素晴らしかった。今晩の招待によって退屈であったようなものは、端的に何も見つからない。小屋も人々も場所も退屈ではなかった。だから全く満足して帰宅したのだ。帰宅すると夕方中断しておいた仕事にちょっと目を通し、明日の仕事を概算し予測を立てる。するとその時気がつく。私は本当は今晩この招待に際してやっぱり退屈していたのだと。しかしどうしてこんなことになるのか。どんなに探してみても、あの時我々を退屈させたようなものを見つけることはできない。一体何に際してか。私が私をいわば自分で退屈させたのか。私が私自身にとって退屈なものであったのか。しかし我々は全くはっきりと覚えている。退屈なものは何もなかっただけでなく、もし自分が自分自身にとって退屈だったのだとしたら、自分自身と取り組んで何かをするということが、つまり自分の体の中に閉じこもって自分自身のことであれこれと思い煩うということが前提になるであろうが、そういうことも全くほんの一瞬間といえども楽しかった。ほんの一瞬間といえどもしなかった。全く反対に私は会話においても募った全てのことにおいても全面的に参加していた。もっともそういうわけだから我々は私は私のもとで退屈したとは言わないで、正体に際して退屈したと言ってるんである。それともひょっとしたら私は本当はやっぱり退屈したのだというこの後になってからの言い草の全体は錯覚に過ぎないのであって、この錯覚が一晩を無駄なことに当てて救い必死してしまったことについての後になってからの不機嫌から生じたのだろうか。いや、そうではない。我々が大変楽しかったのだけれど、それでも退屈したということは全く明白なのである。それともひょっとすると我々がそれに際して退屈した、そのそれというのは他でもない、この夕べの楽しさはそのものだったのだろうか。けれども我々が正体に際して退屈したものという言い方をするとき、我々は不当な判断をしたことにならないだろうか。そんな言い方をするのは結局すべてを初めからある原則的な退屈させられていることの独特の光の中で見るのを常とし、どんなものに接しても変わらない。この独特の退屈させられていることから出発して、初めから全てに対してどこででも不満たらしく拒否的に態度を取るような、お高く止まった存在の人だけが陥ることのできる態度ではなかろうか。しかし我々は今、我々が退屈したということが正当であったか不当であったかを問うているのではないし、
今問題にしているこの退屈の現実的な発生源と誘因とかあるくたびれた高慢心であったのか、それとも何かそれとは別なものであったのかどうかを問うているのではない。そうではなくて我々は問うているのである。今述べた正体に際して退屈したということには本来何が属しているのか、そして何々に際して退屈するというこの形式がいかに液晶の当該状況におけるあの常実の何々によって退屈させられるという最初に挙げられた形式から区別されるのかを、続きをお読みください。これは非常に滑稽であることがわかるでしょう。彼はあくびについて語っています。あくびでさえも我々はこれを押し隠さなければならなかったのだし、ふと机の表面を指で叩いてみたくなったが、あのあくびと指で机をトントン叩きたくなったのはよく知られている種類の暇つぶしの気晴らし、つまり何とかして一つの仕事にありつこうとするあの種類の気晴らしがいわば突然燃え上がってきたまでのことなのである。時々我々はこのような暇つぶしの気晴らしの試みについて手を出す。時計の鎖とかボタンとかをいじくろうとしそうになったかと思うと、ちょうどそこへ再び葉巻の箱が回ってきて手渡される。さっきは葉巻には手を出さずに次へと回したけれど、今度は一本頂戴することにする。別に眠くなってはいないが、それでも一本吸う。もっと眠くなるためにではなく、ニコチンで興奮させてもらうためにでもなく、そうではなくて葉巻を吸うということと、そのことが社交的に理想的な暇つぶしの気晴らしの一つだからである。退屈と孤独との間、孤独と根源的で深い退屈、ハイデガーが私たち自身の自己性、私たち自身の自己の放棄と呼ぶことになるもの、の分析のこうした諸生徒との間にある関係は十分明白です。もっと先では、第25節の末尾、ハイデガーは退屈の中で、私たちに知られている私たち自身の自己、しかし我々自身の自己は我々によく知られています。が放棄され、退屈の中で置き去りにされ、生きて眠ちのままであるとき、何が起こるのかを自問することになります。というのもハイデガーは、しかし我々自身の自己は我々にはよく知られています。と指摘し、私たちは問うことなく、しかじかの仕方でこのことを規定できると指摘した後、単なる見せかけの問い、習字疑問ではない仕方で近さの価値を訴えるからです。彼はこう自問します。我々はの自分の自己、我々自身、自己自身、自己性ほど我々に近いものが他にあるでしょうか。それに続く問いは以下のようになるとなっています。何々に際して退屈するの場合には、我々の自己が置き去りにされ、停止したままにされ、しかもそのような停止しているものとしてはっきりしない、知られていないのに、このような奇妙な不可解なものとしての我々の自己が我々を困らせるなどということがどこまで可能なのでしょうか。その後少し後で彼は空虚放置というについて語ることになります。この想定される近さ、自己自身の自己自身へのこの想定される近さは、近さと遠さのあらゆる評価と同じように方向づけの問いを引き起こします。結局のところ、前回いくらかの考察を行ったカントのテキストにおいて、思考の方向を定めるとは、右手の手袋と左手の手袋の間にいかなる客観的で価値的な概念的さえもないにもかかわらず、私が右と左を混同するのを妨げる方向づけのゼロ地点としての感覚的な、ついに無感覚的な主観性の行為、この主観性のゼロ地点の原理はいずれにせよ形式的にはハイデガーが私たちに語るところの、また彼が前提としているように思われる自己の自己への近さとははるかに異なるもの、はるかに遠いものではありません。したがって自分の方向を定めなければなりません。自分の方向を定めるとは何でしょうか。思考において自分の方向を定めるとは何か、そしてこの問いの歴史とはいかなるものかと、私たちは昨年の折り返し地点で自問し、デフォー、カント、ハイデガーにおけるその問いの歴史のいくつかの回転と迂回、いくつかの時代を追いかけ、次のことをよく理解しました。すなわち、方向と方向づけの問いがそのものとして生じ、定義されるのは、方向喪失の場所と時間の中で、つまり運動に関する、また地上や海上の道に関するあらゆる確実性の喪失や停止という、各自的、中断的な経験においてのみであるということです。言い換えれば、歩行者、地理学者、地質学者、船乗りが羅針盤を失ったとき、あるいはまだこういう言い方がありますが、途方に暮れたときだけであるということです。というのも、どこに進んでいるのかを知っているときは、この地そのものが問いを、あらゆる未決定を、さらにはあらゆる決定不可能性を提示するからです。それが良識、ボンサンスそのものです。それは意味、サンスの、すなわち方向、サンスとしての意味と、方向指示、ディレクションとしての意味そのものです。方向を定めるために遠いものから近いものを区別することができるときでも同じことです。ハイデガーを読みながら近いものとは何かと前回の最後に自問しました。その時読んでいたのは世界に向けてたどるべき道に関する未決定を中断するために、世界の問いを提起するために、ハイデガーが最も近い道を選ぼうと答えたところ、最初の道、すなわち彼が言うには、
最初の解明のための最も近い道と答えたところです。ハイデガー自身は続いて近さへの接近法を複雑にすることをやめませんでした。近いものの近さは遠く、距離、遠ざかりは距離を解消する、すなわち、距離を解消、すなわち還元する遠ざかりのダッシュでもあることを示したのです。しかしそれに加えて今日はそこまでたどり着けませんが、こう自問することができます。島において出発点から私たちを遠ざける歩みがそこに近づける歩みでもあるという循環運動において、この逆説はどうなっているのかと。出発点から最も遠いと思われる歩みは車輪のように、車輪の回転やむしろ回転機構のように人が堂々巡りをする島の中では、最も近いものでもあり得るということです。最後の歩みは常に最初の歩みになることがあります。これが島の方であり、車輪の方、より正確には回転機構の方、機械の回転をまとめて維持させる体系全体の方です。大時計はそうした機械の一例に過ぎないでしょう。さて皆さんはおそらくお気づきでしょうが、ロビンソンは彼の島の中でいくつかの車輪の問題を抱えていました。あえてこう言いますが、彼は車輪という重大なイコール十字形の問題を抱えていたのです。車輪は彼の十字架だったのです。もしもこのようにこの2つの形状を十分十字に交差させ、まとめて円で囲むことができるとすれば、つまりロビンソンは円環の円環上の従って車輪と道の事故への回帰の問題を抱えていたのです。その歩みに立ち戻る危険、足跡を自分のものとみなす危険だけではありません。覚えておられるように足跡は彼を怯える瞑想や自分の中に沈めます。彼が自分自身に言い聞かせるように自分のものかもしれない足跡を他者の足跡とみなす危険が彼にはあります。この足跡、一種の再来する幽霊について心配するまさにその時、彼は自分自身にある他者のように、すでにそこを通過したのかもしれません。なぜ車輪と幽霊、再来する者の回帰へのこの脅迫的な露呈を、幽霊、再来する者から到来する問いへと引き戻すのでしょうか。これらの問いに立ち戻る前に、私はこの車輪への暗示を明確にすべく接近してみます。ロビンソン・クルーソーの読者は総じて、この暗示に対して注意を払わない傾向があると思います。車輪への暗示がなされるのは、テクノロジーを再発明し、自分のためにそれを作り上げることに脅迫的に忙しいロビンソンなる人のせいにおいて、通りがかりに研究される数多くの技術的な細部の一つに過ぎないかのようです。ロビンソンのある人は最初に彼の島の中で、島もまた海と太陽に円で囲まれており、自分が辿ってきた足跡に立ち返る危険は他よりも大きいのです。人類の歴史的周期の中で初めてのように、私は人かとは言わないでおきます。車輪なき人間文明も存在したからです。例えばアメリカインディアンがそうです。ちょうど車輪のような彼が後にした世界の中で、すでに使用可能であった道具や器具を装備し、作り上げることに全く忙しいのです。ご存知のように車輪は人類の歴史における驚くべき変動であり、思いつくことを働かせることが著しく難しい、並外れた発明であったことになるでしょう。運動をも描くように車輪を描くことができるや否や、というのも幾何学者が砂の上に円を描くように円環を描くだけでは、世界における技術的補鉄かつ物質的装置としての車輪を発明するには不十分であり、運動を実現することによって、またここでは車軸の周りを回転することによって運動を描くのが可能な機械を発明するには不十分だからです。したがって車輪が不動の軸の周りで循環的な自己への回帰を描くや否や、車輪は物理的かつ物体的な自己回帰、自己思考、自律的な自己参照を備えた物理的運動としての物体のあらゆる運動を表す可能な身体を持った比喩継承的なもの、フィギュアルの一種、一つのメタフォラになります。メタフォラはギリシャ語で乗り物を意味し、もっと言えば、バス、オートバス、自動車、オートモービルを意味します。それゆえ、鏡と共造性一般以上のもの、ただ自分自身の像を見るだけの感想的、理論的反省以上のものとなるのです。このメタフォラは、場所を変えても自己自身でありたいという無双を運搬し輸送します。自己自身に留まりつつ自分の場所を変えること、自己における自らの自転であること、身体と身体化された自己との関係を世界の中へと、相対的に不動な同一性の軸を回る自己への回帰へと引きずり込むことといった無双です。ただし相対的に不動な同一性であって、軸、車軸、古式も自分の場所を変えるので、絶対的に不動ではなく、軸の周囲で回転する車輪それ自体の循環に対して不動な同一性です。車輪は鏡でも単なる円環でもなければ、回転する円環でもありません。その上に石を、例えばピラミッドの石を転がせるような横たわった木の幹は車輪ではありません。相対的に可動であると同時に相対的に不動の軸が欠けています。この並外れた装置のメタフォラは一つの比喩継承であり、自己への関係の中に、自己性の自立の中に、未聞の好奇と脅威の可能性、自己可動性の可能性を
構成し教練するだけでなく、まさにそのことによって自己免疫性一般と呼ばれるこの脅威をもたらす自己直轄の可能性をも構成し教練するトロープ、天気の回転です。私が反復可能性と呼ぶものは、同じものを場所変えすることによって、あるいは他のものに変えることによって同時に同じものを反復するのですが、それは反復ないし再生産、生殖の源泉、その決定的権力であると同時にその破局でもあります。この反復可能性の論理の中には、ピシス、テクネ、それでまたピシス、ノモス、ピシス、テシス型の対立を再び問題にすると同時に、異なる分野では今日これほど多くのクローニングについての言説、クローニングに賛成する言説と反対する言説を溢れさせているあらゆる現像的なもの、あらゆるイデオロギーなし形状学を分析し始める何かがあります。クローンはその上ギリシャ語で、ラテン語のクロノスと同様、あの若い発芽、あの成長、まずは植物の、あの単位生殖による増殖といったピシスの現象のことです。私たちはこのことについてお話ししたことがありますが、その時明らかにしたのは、ピシスの外縁は自然ないし自然的あるいは生物学的な性として自らをその他者に対立させる以前に、その他者すべてを包含しているということでした。ここでもまたハイデガーが植物について直接的積極的には語っていないという事実は証拠的でしょう。というのも私が思うに、もちろん彼が植物に言及しているとしても、動物性ほどには植物を性として真剣に受け取らなかっただろうからです。私がいつも思い浮かべるのは、キンポーゲ、ラテン語ではクロノス、沼地の花、水星の花のことです。その名前は、リコンクッカルス、小さなカエル、あるいはバイカモに由来します。このことはほとんど指摘されていないと思いますが、ロビンソンは少しずつ1段階ずつ、この独特な回転技術の実証を行っています。もちろん彼はある種の地によって絶望の島の中でこのように島嶼化する前に島とは何かを知っているのと同様に、島に到着した時にはすでに原理上、車輪とは何かを知っています。彼の出身文化の中でそれを見て使ったことがあるからです。しかしここでは技術的進級は理論的認識にも、道具の効果的な使用にも還元できません。私たちは極めてしばしば道具、例えば自動車、電話、コンピューターを、その作動法則を認識せずに、ましては作動法則を理論的に広く一般的な仕方で認識することさえなく、あるいは道具を技術的に製造したり修理したりもできずに、性能よく使用する仕方を知っているというあらゆる経験を有します。その上、ここでは動物と呼ばれるものと人間と呼ばれるものとの間で、技術的な能力と権力の情実の比較分析が恐ろしいほど複雑となり、多くの愚かなことを多くの人に語らせます。これは諸問題の一つ、技術と労働の問題でもあり、ハイデガーは彼の世界貧乏的な動物を扱う際にこの問題に取り組んでいないと思われます。私はここでも大徒歩的読解という流派の下でそう述べておきます。しかしそこに立ち戻るでしょう。さて、ロビンソンは原理上、車輪とは何であるかを知っています。彼はヨーロッパで車輪を見たことがあり、車輪を使ったことがあるのですが、島に到着して最初はどうやって作るのか、こう言っておければどうやって車輪を作るのか全く知りません。彼は島には車輪付きの車、手押し車がないことに気づきます。それは短縮された英語で、ア・バロー、この語は単価、花車、運搬台を運搬台も指示します。より正確には、ア・ウィール・バロー、車輪付き単価と言われます。手押し車の方はと彼は言っています。車輪以外は何とか作れるように思ったが、車輪だけは全く見当がつかず、さてどこから手をつけてよいかもわからなかった。それにと彼は続けます。車輪の心棒を通すつぼ金の作り方に至っては全く手も足も出なかった。そこで手押し車は諦めることでした。しかし もっと後で、この物語は詳しく追いかけにもならないでしょう。例えば、樽に輪をはめることの難しさにも遭遇し、杭や病形でできた棚を円環状に立てる計画をした、その後でのことです。ただし、これらはすべて車輪ではありません。彼が車輪を所有することになるのは大いなる瞬間です。運搬車の車輪ではなく、陶器商の研ぎ師のようなものの車輪、すなわち、ろくろのこと、足で動かす車輪であり、これは彼が鋭利な道具を研ぐのに役立ちます。斧と手斧は、獣から身を守ったり、獣を殺したりするために、また地震に安全な住居を築くことで、自然から身を守るためにとても必要なものでした。というのも、この車輪のアイデアは彼を危うく飲み込もうとした地震の後で思いついたからです。もうお気づきのはずですが、知っておくべき、思い起こすべきこととして、ロビンソン・クルーソーの根本的な、創設的な恐れなるもの、根本の恐れ、他の全ての恐れはそこから発生し、その周囲で全てが組織されます。とは、そこに沈むことへの恐れなのです。すなわち、ろくろ、すなわち斧、武器、道具を研ぐための車輪を発明した直後に彼がそう言ったように、まさに、スワローズ・ドゥ・アップ・アライブ、
生きたまま丸飲みされること、生きているままに飲み込まれることへの恐れなのです。彼は地震によっても、獰猛の獣や野生の獣、さらには食人種によっても、生きたまま飲み込まれること、生きたまま埋葬されること、ベリードアライブ、二度繰り返される表現です。したがって生きたままそこに沈むこと、そこの底に運ばれながらそこに沈むことを恐れます。彼は大地や海の体内に、聖者や生ける動物の体内に飲み込まれ、むすぼり食われて生きたまま死ぬことを恐れます。それは大いなるファンタスム、現像、根本的現像、あるいは根本的なものの現像です。彼は他者によって食べられ、飲まれることしか考えていません。彼はそのことを脅威のように考えますが、脅威は約束のように、それゆえ欲望のように、促進されはしないかと言いぶかる脅迫を伴っています。生きたまま飲み込まれる、生き埋めにされるというこの奇妙な幸福、恐怖、この特異な欲望のあらゆる現像的資源についてある。今日は時間がなさそうなので、次回に直接取り組みましょう。ちなみに、生き埋めにされるという恐怖こそが、彼に最初の祈りを、実のところまだ無宗教的な祈り、祈り以前の祈りを抱かせます。それは生き埋めにすると彼を脅迫する自信の中で、まだ真に宗教的な仕方で神に、神としての他者に当てられていない救難連絡の初回以前の悲しげな息です。それはパニックや絶対的恐怖の底から救助を求める原動力のような、ほとんど自動的な抑えきれない機械上の機械的な叫びです。神とは地の深き底で生きながら命を奪われ、食べられると脅迫された子供の生を救うこの他者に過ぎないのでしょう。この書物全体を通して祈りの実施を追跡するのは興味深いでしょう。またロビンソン・クルーソー全体を祈りの書のように、祈るのを学ぶ経験のように読むことも、もっと大胆に、ここではその前提を指示するだけですが、一方で祈りの実習の物語、この再発明された祈りの発明の物語と、他方で車輪や自己触発的ともいえる装置としての歯車の発明ないし再発明を比較することも必要でしょう。車輪は一人で回転します。機械とは事故の上を回りながら一人で動くもののことです。この二つの事例において、発明とは常に島における反復再発明であり、世界そのものと技術の第二の起源、第二の発生でしょう。しかしこの二つの事例において自律化、自動化もまた重要です。自動化において運動の純粋自発性は、もはや機械設化と区別がつかず、他者の方へ、他者に対して、他者を目指して、他の場所に、遠くに転がるときにも自動的に一人で、それ自身で動く装置の機械浄化における過程と区別がつきません。私たちはここにあの自動人形の問題形を再び見出します。私たちは去年、とりわけツランの死後戦とバレリーのムッシュテストを読みながら、この問題形を少し展開し、政治的主権の問題形と関係づけました。というのも、機械浄化する、自動化する、自己触発的であると同時に、板触発的なこの自律化は、少なくともアナロジー的に主権と呼ばれるものと無関係ではなく、ともかくそのファンタスの現像の機能、現像の権能、現像そのもの、現像としての権力、同じものを他なるものに押し付ける現像の力、無条件の自己規定という全能と無関係ではないからです。最も近いものと最も遠いもの、同じものと他なるものは円化の中で、島の中で、海域の中で、車輪の中で、祈りの中で互いに触れ合い、接触に至ります。すべてはこの虚構の島の中で、ロビンソン・クルーソーが主権を、技術を、道具を、機械を、道具の機械化を、そして祈り、神、真の宗教を再発明したかのように進行します。この超常的経験は世界の起源でのように、宇宙、ユニバースそのものの宇宙の普遍化、ユニバーサリゼーションの起源でのように、すべてが再発明されるべきこの島の虚構は、道徳と宗教の二元線の最後の箇所におけるベルグソンの有名な定式化に、もしかしたらその方向をそらしつつ応答しているように思われるでしょう。二元線はこの宇宙の定義でより正確に、より時期的に言えば、宇宙の機能の普遍的なものの普遍化の定義で締めくくられます。すなわち神々を作るための機械、宇宙の機能があるのだろうとベルクソンは言い、まさにそこである機能について語っています。この機能、この働きは技術的ないし機械上的な発明、さらには虚構化と決して遠くありません。宇宙とは何かを作るように、ここでは神々を作るように定められた機能のことです。神々を作るための機械とベルクソンは言います。神々はまるでこの機能により工作された製作物のようです。地震の時、ロビンソンは大地そのものにおののかされ、大地に怯え、その生き生きとした生に起こりうる埋葬に怯えて、祈りと神と宗教を予感しますが、彼はまだそこに至っていません。彼の埋葬の現在において、彼は当時まだ宗教についての真剣な考えを持っていなかったことを謎認めてさえいます。彼の言うことを聞いてみましょう。生き埋めになるのが怖くて、For fear of being buried alive、壁を乗り越えて内側へ入っていく勇気はまだなかった。ただじっと地面に腰を下ろし、どうしたらよいのか途方に暮れて、ただ暗い気持ちに閉ざされていた。怖
こういう間でも私は別に敬虔な思いを抱こうともせず、I had not the least serious thought。 ただ口癖のようになっている主よ憐れみたまえという言葉、 Nothing but the common Lord have mercy upon me を口にするばかりであった。地震が終わると同時にそれもやめてしまった。 And when it was over, that went away too。 言い換えれば、この真剣でない宗教の最初の再発明はすでに反復だったのです。というのも、座礁する前に彼はすでに祈ることを知っていたのであり、彼はデフォー同様宗教人だったからです。加えて機械的再発明のこの反復ない日、シミラクル、模造は長く続きません。彼は島の中で子供の頃の宗教を忘れてしまい、それを再発明しなければなりません。ついで安心するとすぐにこの再発明の始まりを忘れてしまいます。この初期段階の機械的なちっとも真剣でない祈りが続くのは、2つの忘却の間にある恐れの時間だけです。この神聖でない機械的な祈りと同様、地震が起こるのは全て4月です。そう、6月にはある種の車輪を発明した後で、すぐにこのことに立ち戻ります。彼は病気にかかり、この時何を言えばよいか分からなかった。I knew not what to say と打ち明け、主よ、我を顧みたまえ。主よ、憐れみたまえ。主よ、我に恵みを垂れたまえと叫びますが、後になって同じ病気のさなかに、高熱を出しながら彼のぼんやりとした意識は目覚め、両親の呵責が彼の胸に広がり、神は途方もなく残酷な懲罰を彼に加えて彼の邪悪さを罰するのではないかと言いかれます。その時彼は両親のせいで、彼が言うには、神への祈りに似た言葉を口走りました。彼は苦しんでいる哀れな獣に、惨めなあるいは不幸な犬、unfortunate dog and born to be always miserable に自分を例えた後、この熱と両親の呵責が混じり合った考えによって、思わず神への祈りに似た、like praying to God 言葉を口走ったのです。それは願望と希望を伴う真の祈りではなく、むしろ恐怖と絶望の叫び、Voice of Mere Fright and Distress だったと彼は認めています。この嘆きの模造は彼を感動させ、彼に涙を流させますが、真の宗教的収束が、どうか以前に、こぼれた涙が彼自身のものであるのかどうかわかりません。ともかく彼の罪についての、とりわけ彼の罪を予告し、神の裁きを告げた父の言葉についてのもう一つの小説の後で、彼の父の言葉からなる父なる神自身へと移行するように、彼は真の祈りの語調、その名に値する最初の神聖な祈りを見出します。主よ、私を助けてください。激しい苦しみに苛まれている私を助けてください。This was the first prayer, if I may call it so, that I had made for many years.これがもし祈りと言えるものなら、これこそ永年の生涯を通じて私が神に捧げた最初の祈りであった。つまり彼はすでにこれまでの人生において祈ったことがあり、次に学んだことを忘れ、忘却したのです。彼は学び直し、新たな起源から再発明するのであり、さらに、If I may call it so、これがもし祈りと言えるのなら、は経験と名付けの不安定性ないし不確実性を表記しています。6月28日の祈りは真の祈りでしょうか。およそ1週間後、7月4日にはついに真の祈りが登場します。この祈りが新約聖書を毎朝毎晩読むことを決意するのと同時に起こるのは、おそらく取るに足りないことではありません。ある一定の時間が経過した後、ロビンソンは過去の生活の邪悪さについて、ウィックドネスについて深く率直に後悔を感じます。ロビンソン・クルーソー全体はそれゆえアーグスティヌス的あるいはルソー的な伝統における諸々の告白のように告白の書のように読まれることができます。ロビンソン・クルーソーは、隠者として島に、人間の砂漠、さらには修道院や僧院、隠居所であるような島に隠遁したかのようであり、自分の罪、過去の失敗、挫折、座礁、敗北、気絶を語るために、許し、和解と食材、救済を準備するために、島に引き継いだ、座礁したかのようです。事故との申請で自己固有化した関係を再び見出すため、ロビンソン・クルーソーは彼の人生を語りながら罪を告白します。夢が彼の解の動きをより強固なものにし、彼は真と原稿録の中にそのテキスト的な支えを見出し、こう叫びます。ダビデの子イエス・キリストよ、我が救主にして、主なる神よ、願わくば解を我らに与えたまえ。それは改心であるとともに、彼のかつての信仰への一層神聖な再改心、再生、復活、再隆起であり、その呼びかけ、宿命、
召喚は、照明、召喚は単に、あるいは直接に普遍的にもしくは無歴史的な自然の神に由来するだけでなく、キリスト教の受肉した神に、自己を犠牲にし罪人を救い出すイエスに由来します。このことは彼が携えている聖書のテキスト読解を経由してもいて、私が皆さんに述べたことがあるように、エホバはカトリックの暴力の記憶によってある日それを暗記したとされています。しかしこの再改心、この復活はやはり反復であるにもかかわらず、絶対的な最初、彼の人生の最初、彼の人生で唯一の最初のように提示されています。テキストは明白で一義的で必要です。ロビンソン・クルーソーが祈るのは、島において最初であるだけでなく、彼の人生において最初であり、まさにそのために起源のイデア的あるいは虚構的な反復に似ているかもしれないこの当初的経験の物語全体が、実際真の唯一の最初、キリスト教的信仰の最初の行為、神のこの威嚇において神に当てられた祈りの最初の経験、神の救済と贖罪のために祈るキリスト教の罪人の最初の告白のように提示されています。また彼はその人生で初めて祈るだけではなく、人生で初めて祈るという語が何を意味するのかを知らないかのように、人生で初めて祈りという語の真の意味を発見します。あたかもキリスト教において人はまだ祈っていないかのように、あるいは人はまだ祈ることが何を意味するのかを知らないかのように。This was the first time that I could say in the true sense of the words that I prayed in all my life. これが私の全生涯を通じて本当の意味で神に祈ったと言える最初の祈りである。なぜならこの時、私は現在の自分の置かれた状態を見つめながら、A true scripture view of hope founded on the encouragement of the word of God. 私の状況についての感情とともに、罪人を言外に意味している。しかも神の御言葉に励まされた、本当に聖書的な希望の念に貫かれて初めて祈ったからである。この時以来、神が私の祈りを聞いてくださるという希望を抱くようになったと言えよう。言い換えれば、祈りという語の真の意味は聖書に、すなわち神の語に、神の御言葉に基礎づけられているからこそ語の真の意味なのです。神は私に御言葉を与え、同時に祈りという語の真の意味を与え、祈りという語に真の意味を与えたのであり、このことはこの言葉を守り保証するテキストを連ねています。この祈りの言葉の真の意味は、新約聖書に書き留められたような神の御言葉の真理を前提とします。それ以前には、あるいはその外部にはどこにも与えられた言葉もなければ、この真の意味も神聖な祈りもありません。これこそ島の経験がロビンソンに教える事例です。いずれにせよ、その間に聖書に描かれている地震、例えば列王記では神の最後の沈黙の声を聞くことが重要となります。これを演奏させる地震の後で、その間に地震の後で、そうしてこうした祈りの前に、ロビンソンは車輪を発明したのです。彼は車輪を再発明したのですが、今度は研ぐための車輪、ろくろです。私が皆さんの注目を引きつけるこの2つの直徴は、一方で、ロビンソンはそこで絶対的に発明すること、相続せずに創始することを自覚している。というのも彼はイギリスでは前にそれを一度も見たことがなかったと言っているのですから。手押車の車輪についてはそうではありませんでした。ということ、他方で彼はこの車輪の発明を重大な政治的功績と比べるように、凶悪的に駆り立てられているということです。私が重大なというとき、それは思考の主権的な、おごそかな、つまりラテン語で主権を意味した、威厳の偉大なという意味です。このマジェスティス、威厳の偉大なという意味です。この政治的アナロジーは取りに足りないことでもなければ、偶然でもないと考える正当な理由があると思います。聖者がたった一人で自分自身で、その生き延びを保障するための、生と死を決定するための、生きたまま飲み込まれるのを避けるための技術、機械を発明するとき、問題となっているのはまさに主権行為であり、生もしくは死の問いです。ロビンソンの言葉を聞いてください。彼は飲み込まれ、生き目になる恐れを打ち明けたところであり、円形の柵を立てる計画を説明し、彼の斧は歯がこぼれて鈍くなっていることを確認したところです。その時彼は付け加えます。丸と石は持っていたが、アイハドはグラインドストーン。それを自分一人で一方で回しながら同時に道具を研ぐというゲートはできなかった。I could not turn it and grind my tools too。政治家が重大な政治問題について、裁判官が一人の人間の生死の問題について、A grand point of politics は、Judge upon the life and death of a man。払うのと同じくらいの深い考慮を私は払った。そして結局、片足で回せるように紐をつけた輪を考え出したが、At length, I can't contrive a wheel。これだと両手が自由に使えるのである。
吹き、イギリスでこういうふうな丸通しを見かけたこともなかったし、原文ではこれと似たようなものと言っています。エニーサッチシング、見かけたとしてもどんなふうに動かすのか注意したこともなかった。しかしその後、これはイギリスでは非常に溢れたものであることを知った。技術装置の集めについては言うべきことはたくさんあるでしょうけれども、そこには踏み入らないでおきましょう。技術装置とは実際には一人だけで動く機械であり、単に道具つまり製造したり生成したり道具、斧や包丁を研ぐための機械であるだけでなく、道具を扱う機械、一人でに動き手を解放する自動機械のことです。手の解放、手のある一定の解放は人間に固有なものへの接近として、生物の人化における不可欠な契機とみなされています。もし時間があればこの問いそのものに取り組むのですが、私としてはこの問いをルルワ・グーランの言説のようなグラマトロジーの中でその一読解を提示したような手の解放についての技術人類学の言説にだけでなく、ハイデガーが手について述べたこと、ハイデガーの手を参照の方にも結びつけるでしょう。現存在だけがそれでもって挨拶したり与えたり思考したり振る舞ったりする本来的に手と呼び得るものを持つに対し、動物は手を持たず、単に細くしぐる足や鍵爪等しか持たない、とハイデガーがちょうど主張するところです。彼が言うには、思考そのものは一つの振る舞い、ハンデルいるんです。動物的な振る舞い、ハンデルもありません。皆さんには私の著書、触覚、ジャンル・クナンシュに触れるも参照してもらいたいと思います。そこで私は形而上学の人間主義的な功理系全体と手の特権との人間主義と人手主義と私が呼ぶものとの結びつきについて一つの論説と多くの読解を提出しています。さて私はある様式によって後で再びお話ししますが、それは因果性の様式、つまり原因結果や下部構造、上部構造といった様式でもなければ症候学の様式でもなく、単なる構造的つながりの様式です。自動的で自己触発的な2つの機械の再集めとしての車輪の再集めと祈りの再集めとの間で、循環的で自己いた触発的な機械としての車輪の技術的可能性と、告白、良心の呵責、祈りにおける自己との自己触発的で自伝的な関係の可能性とを近づけた後で、皆さんの注意をもう一つのモチーフに引き付けたいと思います。このモチーフはもう一度言えば、因果性や基盤や証拠の彼方で、なおも考えられるべき様式によって、前述した2つと連帯しているとも私は見出しています。それは自己破壊のモチーフです。私はそれを一般化し、その予報を形式化して自己免疫的とも呼んでいます。自己免疫は生ける身体に対して自己自身で謎めいた仕方で、自己自身の免疫的防御を破壊し、従って抑えきれないほど、機械上だが外見上は自発的、自動的な仕方で、悪しき者、悪によって自己を自己触発します。悪しき者は悪しき者から身を守り、免疫を救い出すとみなされているものを破壊しに来るのです。そうです。ロビンソンはしばしば自己破壊的な権能が機械上に自動的にたった一人で彼の中に働いているという感覚にとらわれています。破壊、破滅、デストラクションというのがこの書物の中に極めて早くから登場していて、最初は彼自身の破滅、この言葉です。に対する警戒を彼に呼びかけた彼の母親の口から言われます。次に自己破壊としての、自己の破壊としての破壊は、極めて早くからある段落全体の対象となっています。そこで重要なものの一つは次のことです。ロビンソン・クルーソーはこの衝動、この自己破壊的な凶悪とこの宿命神経症、これは私が彼に押し付けるフロイト的語彙ではなく、ほぼ彼の言葉です。が、意識の事象だと考えていません。意識、理性、判断はここでは無力であり、この自己破壊的凶悪に抵抗することができません。この凶悪は一人でに機械上にこうした衝動の直面に定められて動きます。それはロビンソン・クルーソーの悪しき宿命、マイ・ライフ・マイ・イル・フェイトに他なりません。引用します。しかし、悪しき運命の力が、But my ill fate pushed me on now。もはや私の力ではどうすることもできない恐ろしい勢いで、With an obstinacy that nothing could resist。私を突き動かしていた。我が家に帰れという自分の理性の声、冷静な判断の声を何度も聞いた。And though I had several times loud calls from my reason and my more composed judgment to go home。しかし、もはや私は無力、能力、パワーであった。私を突き動かす力を何と呼んだらいいのか私には分からない。目の前に我々自身の破滅が待ち構えているのに。Of our own destruction。
しかも我々はそれを意識しているのに。ここで仏訳が使用する意識の語は、英訳時点、原点には時期通りには存在しないというものではありません。原点によれば、Even though it be before us and that we rush upon it with our eyes upon, eyes open。そこへ我々を駆り立てていくものを、ある隠れた格子型や宿命の力、A secret overruling decree だというつもりも私にはない。内心密かに反省するときには正しい分別も働かないではなかった。Against the quorum reasonings and persuasions of my most retired thoughts。 また初めての試みながら、二度までも間が合うことなく教訓を受けたはずであった。それなのにこれらを無限に退けて私をひたすら反対の方向に駆られてたのは、Pushed me forward。 まさしく前に述べたように私につきまとう定められた不可避な不運、所詮逃れることのできない不運、 Some such declared unavoidable misery attending というより他にはなかったと思う。したがってこれは思考の内なる裁き、良心によって理性に背き、彼自身の中にある最親密なものにさえ背く、まさに自己破壊の衝動です。そこにあるのは彼自身よりも親密で反復的で機械上の仕方で宿命にふさわしく振る舞う自動的な力です。一人で、たった一人で自分自身で。このことをまた自己破滅、破壊的な衝動へのこのほのめかしが全く一人でに増殖していることの説明にもなっています。一種の自動的自己破壊の論理へのこの参照が、ロビンソンの言説全体を組織していることを示すのは容易でしょうが、私はエコノミー、節約のため、自己破壊という語が明示的に時期通りに現れている近々の説だけに言及を留めておきます。例えば少し先の箇所で、この自己破壊的な宿命神経症は、絶対的に根源的、先天的、生来的なものとして示されています。しかし私は自分自身を破滅に陥れるために生まれてきたような人間であった。But I that was born to be my own destroyer could no more resist the offer than I could restrain。 私はかつて父の親切な忠告にもかかわらず、漂白への誘惑に打ち勝つ、リストレインことのできなかった男であった。今度もまたこの提案に逆らうすべとてもなかった。ここでの提案とは、ギニアの海岸での奴隷貿易に参加することに他なりません。ここでは彼自身の破壊者、オーンデストロイヤーであるという自己破壊的な脅迫に屈することは父に背くこと、むしろ父の方を座礁させることへの脅迫でもあります。この自伝的冒険談全体に後悔、良心の呵責、告白があるとすれば、それはまさに父の方の挫折に関わります。したがって主権者の挫折に関わります。これは島についての主権の再獲得なくちには成り立ちません。また水や土といった元素の復讐の怒りによって、あるいは獣の獰猛さによって食べられたり飲み込まれたり、生き埋めにされたりするという恐怖なしには成り立ちません。獣は、狼は他の肉食性の獣のように、人食い人種そのもののように怒り、正義の怒り、従って方法の力という父の継承を受肉することができるでしょう。彼を自分自身の破壊者にしたものについて語ったので、ロビンソン・クルーソーは、いかに彼が彼自身の関心に反抗したかが、いかに彼自身の敵のためを図ったか、ルソーのように覚えているでしょうが、私たちはルソーの自己免疫的、自殺的という人もいるでしょう。脅迫を分析しました。を説明します。ここで語られているのは従属であり、盲目的な、本質的に盲目的な服従です。そこで主体は盲目的な仕方で、従って非合理的な仕方で、彼自身の主体性の、彼自身の自己性の、彼自身の関心の、彼の理性そのものに固有の関心の破壊原理に従属し服従することによって、カントなら理性の関心と呼ぶはずのものにさえ、背くことによって構成されます。But I was hurried on and obeyed blindly the dictates of my fancy rather than my reason。しかし私は急いでいたため、私はせき立てられ、押しまくられ、大急ぎだった。不作では私は誘われたと言っています。つい理性よりも若気の命ずるところに従った。ファンシーを不作は好みとしています。私ならむしろ逃走中の私の想像力によって、もしかしたら私の気まぐれな空想力によって、さらには私の現像によってと訳すでしょう。同じ段落の下の方では、I went from my father and mother at hell in order to act thatLevel to their authority and their foot to my own interest。 春で両親の家を出奔した。生意気にも両親の権威に反逆し、愚かにも自分の幸福を踏みにじった。
私は最後にあまりに人工的になりすぎない仕方で、一方で廃墟と化すため、自己を廃墟と化すためにしか自己回復しない反ナルシシズムのつぼりに、この自己免疫的な自動性と、他方で自分自身で回転し、自分自身を回転させる車輪と名付けられた機械という、この奇妙な技術的補鉄の生産との間にある、近々の連帯性ないし、親近性ないし、構造的引力に常に導かれながら、大物ポールが発する機械的で自動的な板、命名に他ならない自己命名の近々の時のテキストの中に、興味深い近似性を指摘したいと思います。それは仕方がって一方で自己命名の反ナルシス的で不気味なこの口真似と、他方で車輪のある種の回帰との間にある近似性です。私はとても疲れていた。すぐに眠り込んでしまった。しかし私のこの物語を読まれる人々にできるのは一つの想像していただきたいことがある。私が眠っていると、ロビン・クルーソー、哀れなロビン・クルーソー、お前はどこにいるのだ。ロビン・クルーソー、お前はどこにいるのだ。お前はどこにいたのだと繰り返し繰り返し私の名を呼び続ける行為に眠りを覚まされたのである。いや、その時の私の驚き、これを一つ想像していただきたいのだ。あまりにぐっすり眠り込んでいたために、どうもはっきり目が覚めきれなかった。というのは、その日、初めのうちは船を漕いだり、あるいは貝を操ったり、あるいは島を歩いたりしたため、全くひどく疲れていたからである。とにかくうつらうつらしながら、誰かが私を呼んでいる、私を夢を見ていた。あまりに繰り返し繰り返し、ロビン・クルーソーと叫ぶ、呼ぶ声がするので、しまいに目がはっきり覚めた。そしてしっかり肝を潰して飛び起きた。しかし、目をはっきり覚ましてよく見てみると、なんと大物ポルが垣根の上に止まっているではないか。何の自分に話しかけたのはポルだったのかというわけだった。そういえば、いかにもこんな哀れっぽい言葉で私は彼に話しかけ、覚え込ませようとしていたのだった。この大物はそれをすっかり覚え込んでしまって、いつも私の指先に止まり、くちばしを私の顔にところに持ってきては、哀れなロビン・クルーソー、お前はどこにいるのだ。お前はどこにいるのだ。どうしてここへ来たのだ。などと、私が教えた通りの言葉を叫ぶのはいつもの癖だったのだ。要するに、あれは大物だったのだ。また事実、オウム以外ではありえなかったのだ。と分かっても、気分が落ち着くまでにはだいぶ時間がかかった。第一、どうしてこの鳥はこのようなところへ来たのか不思議でならなかった。また来たとしても、どうして他の場所に行かずにここに来ていたのかも不思議といえば不思議だった。しかし、とにかく相手が忠実なポールであることに間違いなかった。私はもうそれだけで十分気を良くして、それ以上深くは考えなかった。手を差し伸べてポールと呼ぶと、この愛嬌者の鳥は早速飛んできて、いつものように私の親指の上に止まって、相も変わらず私に話し続けた。哀れなロビン・クルーソー、どうして私はここに来たのだ。どこに私がいたのだ。彼の調子はまるで私との再会に有頂天になっているふうであった。私は彼を連れて家に戻った。自己命名、自己呼びかけは外から、世界から彼に到来し、こうして外から、あるいは他者から彼に戻ってきます。しかしこれは循環的な自己命名にとどまっています。というのもそれは彼の言葉と名前を盲目的に繰り返して彼に送り返すように、概に機械的に喋るのを教えることによって彼が生み出し、彼自身がほとんど技術的ないし、補徹的な装置として作り上げた一種の生ける機構に由来するからです。すべての自伝、すべての自伝的虚構、ひいてはすべての書かれた告白。著者はそれを通じて自己を呼び、自分自身を名付けます。こうした補徹的な言語装置、すなわち書物や書かれたものや痕跡一般を通じて提示されると言えるかもしれません。例えば、ロビンソン・クルーソーと題された書物は彼なしに彼について語っていますが、この書物はたった一人で話をし、ただ一人著者はその名前で呼ぶ、そうした人工物をこしらえ、それを世界の中に置くという近々の策略に従って、著者自身がもはや何もすることなく、生きている必要さえなく、彼の名声によって彼を再び任命するのです。思い浮かべることができるでしょう。ポルはロビンソン・クルーソーと口に出して呼ぶとき、ロビンソン・クルーソーと名付けられた、さらには虚構の人物を参照するだけでなく、この書物のタイトルも参照しており、そしてその人物は、オウムが呼びかけるものと同様、たとえ書物が彼をもはや必要としないとしても、彼がその書物の署名者である以上、書物に責任を持とうとするのです。さて、ロビンソン・クルーソーが車輪を称えるのはその直後です。手を解放させる写真、車輪。彼がその間に改良した土器のろくろです。この他に土器作りの方も我ながら意外なほどに上手になった。これにはろくろを使う工夫をうまく考え出したのだが、これでやると前には見るからに不格好だったものが、今度はいかにも丸くていい格好に出来上がった。どのくらいこのために楽々とまた手際がよく仕事ができたかもわからないぐらいだ。ろくろはこれらの土器。これは彼の日誌や著作と同様、要するに彼の作品です。一層容易に作り出すだけでなく、どのくらいかわからないぐらい、インフィニティリー、うまく、一層容易、たやすく作り出します。つまり確かに一方で身体の延長としてのあらゆる器具、
あらゆる道具と他方で事物を仕上げ、丸くして完成させるために私たちを必要としない車輪と呼ばれる自動機械との間には無限の飛躍があるということです。鋼鉄の産出における飛躍と断絶は絶対的です。これら全てのモチーフ、車輪の機械上テクノロジー、自己規定的自立、自己破壊的強制、ロビンソン・クルーソーを彼自身の破壊者とし、デフォーもしかしたら彼自身の敵、彼自身の方、敵に対する自己免疫的な逆説、大元車輪等を近づけるのは人工的で不当でしょうか。これら全てのテキスト、ルソーのテキストやデフォーのテキストは、に、悪しきアナクロニスム、時代錯誤を押し付けようとするのだとすれば、それは疑いもなく人工的で不当でしょう。私が悪しき時代錯誤というのは、全ての特会は時代錯誤である、時代錯誤的であるだけでなく、アナクロニー、錯誤的時間、事故との非同時性、テキストの万人発生における卓球を明らかにすることにあるからです。よく時代錯誤と良き、悪しき時代錯誤の間を区別する基準は、与えられたテキスト、与えられた一つ以上のテキストを相手に忙しく立ち働く、特会エクリチュールが行うこと、行うのを成功させたり失敗させたりすることの他にはありません。この議論とは異なる他の議論によって、私が正しいことを厳密に正当化したり証明したりすることは私にはできません。それはまずもって問いもしくは要求、すなわち皆さん、私が述べていることを聞くのは興味深いでしょうか。ついでロビンソン・クルーソーを別の仕方で読むのは興味深いでしょうか、という問いもしくは要求です。他方でそれが明らかに私が行っておらず、行いたくないこと、そして私によれば行われておらず、行うべきでないこと、以上の2つのことを行うことだとすれば、私が述べることは人工的で不当でしょう。それは全く別の問題形を前提とします。それは私がここで、あるいは別のところでその連線の下図を描いている問題形そのものです。私は例えば車輪の集めないし再集めの技術科学的、歴史的あるいは技術経済的な諸条件と、自己触発、自己規定、自動化あるいは自己免疫の構造全体との間に、因果性の原因から結果への諸関係を認めるつもりはありません。こうした因果あるいは因果の諸関係を超えて、私はむしろ、同時に歴史的かつ発生的な構造的不知のことを考えています。この不知においては、理想のあらゆる可能性は分離されず、自己、オートスに到来するものは、到来し得るものは全て、自己性の鋼鉄化を通じて世界の中で起こることと不可分です。自己性の鋼鉄化は自己に、自己性の鋼鉄化は同時に自己性を分割し、解体し、世界の中でその外に書き込みます。テクネを還元することも、テクネを純粋なピシスに還元することもできないのと同じように、世界とはまさしくここでは還元できないものです。それゆえ問いはまさしく世界の問いです。車輪は単に技術的機械であるだけでなく、世界の中にあり、自己、いくつの意識的内面性の外にあるのであって、私が言いたいのは世界におけるこの鋼鉄性なしには自己性はないということです。鋼鉄性は自己性にとってあらゆる好機と脅威をなしています。自己性はこのようにして構成されますが、しかしまたまさにそのことによって、そのことと分かち難く破壊されもするのです。結局のところ、これらすべての人工組成物、例えば、大物物語と社員の物語の近似性は、デフォーによって断固として意図的に計算されていたと主張するとすれば、私はそのようなことはしませんが、これらのテクストによって私が関係づけるには、実際のところ、不当な人工物の、悪しき人工物の、悪しき時代錯誤の結果であるということになるでしょう。こうした人工組成物がデフォーの計算によるものではないのかどうか、私は確信が持てませんし、そうではないとも主張しませんが、これらは計算によるもので、当時彼自身によってそういうものとして得たという確信もありません。しかしこの組成の可能性は著者の意図的意識的な決定とは異なるものに、さらには取りに足りない純粋な偶然とは異なるものに依拠しています。したがって意識的でも無意識的でもなく、もしかしたら証拠的でもない仕方で押し付けられた必然性を規定し、ただしその際、現像の概念と同じく、この証拠の概念も練り上げ直す必要があります。このエクリチュールとこの組成は自伝的な虚構という近々の虚構に押し付けた必然性を規定しようとするためでもなりません。というのも、ロビンソン・クルーソーは自伝的虚構ではなく、自伝という虚構だからです。昨年12月の第2回評議のことですが、私たちはあの奇妙な瞬間に立ち止まり、停止に陥り、一時休止を表記しました。その瞬間とハイデガーが自分の方向を定めようと努めつつ、複数の道の間で、一度ならず浸潤しながら、実のところは3つの問いと3つの道の間で一度ならず浸潤しながら、最初の道から始めるべきだ。つまり彼の言によれば、最初の解明のために最も近い道から始めるべきだと宣言したときのことです。私がその時示唆したように、これはどんでん返しや強権発動に似ています。確かにそれはハイデガーの誤調ではないのですが、しかし私はここでは恣意的な強権発動やどんでん返しと同じぐらい正当化し得ない決定である決定が、一度以上繰り返して行われたように思われると主張します。私たちが再び立ち戻らなければならないのは、ハイデガーの
バルテン、支配、彼のバルテン、その力、彼がバルテンという語について述べ、考えを行ったことです。この事例において最も近い手はどういう意味でしょうか。なぜこうして私たちに最も近いものから始めるのでしょうか。ハイデガーがすでに存在と時間でまず最初に存在の意味の問いが提起される反例的存在者として、現存在を出発点にしようと決めるとき、このことを行っていたように、ここに私が読解し始めた1929年の講義の文章の中に、一種の習字的な見せかけ、あるいはむしろ教育的な見せかけがあることがこれからわかるでしょう。ハイデガーは、最初の解明のために最も近い道とは、実のところ世界という子にとどまって、この後の歴史をたどることであろうと宣言します。彼は根拠の本質において、1929年、刑事条約の根本諸概念とほぼ同じ年で、すでにこのことを行ったことを想起させます。コスモス、ムンドス、ベルト、世界といった諸概念に対して彼がそこで与える説明は不十分だと表明されるにもかかわらず、そこにはこの世界の世界ということ概念の歴史の大きな段階があると彼は言います。それは専門用語の研究を方向づけることもできる歴史です。しかしこのごと概念の歴史、この文献学的意味論的歴史は、刑事条約の根本問題としての世界の内的歴史の概念に過ぎません。ハイデガーはその時学生たちに出版されたばかりの根拠の本質について繰り返したくないが、学生たちにとってそれを読むことは有用であろうと表明します。にもかかわらずこの道、根拠の本質についてで辿られた道の歴史記述を特徴づけながら、彼はその要約を提供しており、それは後で重要になるんでしょう。というのも、歴史全体の中で支配的であった世界というこの意味、すなわち、神的でないものの全てとしての神的でない、あるいは神的なものから外れた存在者の総体としての世界、それはキリスト教において創造、非創造物、創造されざるものに対する創造されたものの全体を意味するでしょう。を想起させながら、ハイデガーはそこに人間を位置づけるからです。人間はその時世界の一部、世界の一部分になりますが、それはいかなる他のものにも似ていない断片です。というのも人間は人間がその一部分であるこの全体に直面し、あるいはそれに逆らっているから、人間が世界と対立しているからです。私ならこう言うでしょう。それはある意味で、人間が属する世界の中で人間を孤立させ、当初化するものだと。さて、対立し孤立化した部分としてその対立していることにおいて、人間は世界の面前に、人間が所属する世界の正面に立たせるもの、建立させるものにおいて人間は世界を持っています。この対立していることとは、ハーベン持つことです。世界というものを持つこと、一つの世界を持つこと、これこそがこの世界の古典的ないし、キリスト教的規定における人間の立場を特徴づけるものです。根拠の本質においてにおける、その最初の歴史記述的手続きについて提供する要約の中から、私はこのハーベンという語に注意を流します。私はハイデガー自身がこのハーベンを強調していることに注意を流します。というのも、この謎めいた世界を持つことへの参照は、この講義で後続するハイデガーの小説の中でなされている世界に関する動物の状況の分析の中心にあるだろうからです。ハイデガーは根拠の本質についての歴史記述的手続きと、存在と時間のより現象学的な分析、私たちはそこに向かっています、に続くこの比較分析を始めたことになります。その講義でハイデガーはいかなる点で世界貧乏的な動物は世界を持たないのかを、より正確には、私たちはこの困難のもとに滞留しなければなりません。この困難は世界の意味にも、この持つことの意味にも関わるからです。いかなる点で動物は持っていないという状態で世界を持っているかを説明しようとするでしょう。この世界を持つことなき持つことは、論理的矛盾に似ているとしても、ハイデガーは強調します。とすると、動物においては世界を持つことと世界を持たないこととが同時に示されていることになる。形状学と資本質の思考は、人間の良識ないし健康な理性の論理とは異なる論理を持つことも、彼は想起させます。この同じ論理的矛盾、この論理的矛盾そのものは、私たちが動物の世界貧乏性を別様に考え規定することを私たちに要求するはずです。動物の世界貧乏性は、動物が持っていないものを持っていること、あるいは持っているものを持っていないこと、とりわけ持つことと世界とを別様に考えることになります。というのも、この貧乏性とこの持つことなき持つことが規定されるのは、世界に関してだけだからです。いずれにせよ、世界のギリシャ的あるいはキリスト教的な伝統的規定に従えば、人間とは世界に直面しており、人間を包み込んでいるものと向かい合った世界の一断片なのですが、そうした規定において人間は断片として世界の主人であると同時に下僕であり、主権者であると同時に奴隷なのです。続く短い振り返りの段落において、ハイデガーはなぜ存在と時間でこの歴史記述的手続き、この歴史的道をもはや辿らなかったかを説明しています。私学的な道とは区別して、そして彼は数行で私たちにとって最高度に重要な2、3のことを述べています。これについて、
今日は暫定的に結論を示しておきましょう。1、存在と時間において彼はまず、ある意味では歴史的でない仕方で、私たちが日常的に、彼はこの日常性を強調しています。私たちの世界の中を動き回り、道の途上にいて歩き出すような仕方で出発したことを呼び起こします。いかなる点でこの道とこの動き回ることが単に隠喩ではないかは、一度ならずわかるでしょう。両者とも魂と身体とのあらゆる区別の手前で現存在を拘束しています。さて、私たちが私たちの世界の中で道の途上にいるような仕方でなされるこの分析において、ハイデガーは私たちが日常的に主張にするもの、手元に持っているもの、要するに現存在の手が自分なりの仕方で手で操作し、操縦するものを出発点としたと述べています。従って歩み、足ないし、足、身体、両手です。さて、ハイデガーは言いそう言います。大抵の場合、私たちはこれら全てについて何も知らないのであり、それを説明しようとするとき、異なる領域から概念と問いをそこに持ち込んで、これら全てを間違って解釈し、無理解に陥り、誤った解釈を行ってしまうと。2、ハイデガーはそこから、私たちに最も近いものは結局のところすでに遠く理解しがたいものであると結論づけます。我々にとって全く近いこのこと、どれもが分かりきったこととして毎日行っているこのこと、これが根本的にはすでに我々には遠いこと、分からないことなのである。これはこの結びつきの数多くの例の一つにすぎません。この近いものと遠いものの近さ、遠いものとしての近いものと近いものとしての遠いもののこの近さは、すでに文字通りこの講義全体につきまとうであろう円環の継承。次回以降、そこに向かうつもりです。の中では、解釈学的な足取りや方法論的な道の円環、これらは自分の即席に立ち戻る、あるいは求めるべきものを前提としています。であり、また全く別のトピックスに従えば、世界貧乏的な動物の囚われ、実質や専用を特徴づけている根源的な円環上の方位であると言いたくなるでしょう。私たちは次回この講義がこの後のあらゆる意味で描き出している様々なタイプの全ての円環についてお話しするでしょう。私はいきなり初めからこう言わんでもなりません。この講義の内容そのものに入ろうとするとき、私は一般単数形で動物と呼ぶものについて、ハイデガーがここで述べていることに対する私の留保にもかかわらず、できる限りハイデガーに付き添い、ハイデガーの可視化型に記入し、必要なあらゆる誠実さでもってハイデガーの擁護者となるために、私にできるすべてのことをできる限り最新に行うつもりです。3、最後に選択された第3の道、比較考察の道の直前に、この段落が私たちに述べていることも決して忘れてはなりません。ハイデガーは存在と時間の中に巻き込まれたもの、存在と時間で取られた道は、実に大きく遠く離れた展望に通じており、この講義、存在と時間の後の1929年から30年は、存在と時間によって開かれた大きな課題への限定された一段階、非常に部分的な寄与に過ぎないと私たちに思います。ここでもハイデガーは私たちが本セミナールの目下の回の冒頭から選出している遠ざかりという語を用いることになります。私たちに知らされたように、この講義のあらゆる重要な争点にもかかわらず、私がこの講義に与えようとするあらゆる重要性にもかかわらず、ハイデガーにとってこの講義は存在と時間によって開かれた道の中で、限定された限られた段階しか構成しないのですが、その延長、その展望、その知恵ははるかに遠くまで関わっており、決してハイデガーによって放棄されたわけではありません。彼は次のように書いています。締めくくるために、遠ざかりへの元通りの参照を再び強調しておきます。しかし、存在と時間で取られた世界現象の明示のための道は、極めて広範長大な展望を必要とするものであって、ここでは、この講義では、とてもこれを見渡すことはできない。次回、私たちは描かれた、この全ての意味で、円環を描く、これら全ての循環から再出発しますが、ハイデガーのテキストにおいて、すでに論じてきたこの、バルテン、視野の道を再び軌道に乗せ、追跡することを欠かすわけにはいきません。しかし、島に関して生きたまま飲み込まれ、生き埋めにされるという、あの恐ろしい欲望や、あの欲望する恐れについての、全ての争点についても立ち戻るつもりです。その当初性との関係において、しかしまた母親の体内との関係において、また元物現像との交代関係に関して、予想と仮想との間で、